こんばんは。こんばんは。ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。お願いします。えっと、今日も健造さんの方から。なんかその、一、今住んでるアパートが、まあ、ちょっと一年ちょっと前に引っ越してきたんですけど、はい。そ時その、急に家のあの、実家のお母様から出てってくれって言われたので、バタバタで引っ越し決めたんですよね。<laughs> うん、<laughs> で、その、バタバタで引っ越し決めたので、お金がなかったんですよ、あんまりその。 ちょ <laughs> でバタバタ出て行ってくれって言われるの <laughs> ちょっとそこ切りにか分かるんないけど <laughs> あ,あて何かそのうちの妹がメインテナンス車のはいでまあ新車を買う新車が新車車が車買うって言うので、うん、だの駐車するスペースがないよね、はい。出て,てってあっ <laughs> 1> 車1台分止めるとこがないからあなたの車分のスペース開けたいからあなたは出て行ってくださいっていうことを言われたんだ 言われて、はい。すごい理由だね。でもなんか、後々、あの、実は口べらしがもついたって言ってますけど。<laughs> 何、口べらしって。あるいはその、虫を食う人間が多いと食費がかかるじゃないですか。ああ。はい、少ない方がいいよねっていうので、じゃあお前出ていってってなってる。いう意図もあったっていうのを、つ,つい半年ぐらい前に聞いたのかな。あ、そうなんだ。うん。でもね、大して食費変わなかったわって言ってましたね。まあ、そりゃそうでしょうね。うん、まあ。うちのね、ちょっと頭にいかれてるんですよ。<laughs> あの、サイコパシードは多分、ウミメさんと会計するんですけど。<laughs> <laughs> まょっとまた頭にかける人で。で、まあ一、まあ、年後は引っ越しましたと。と <laughs>、はい、で、まあ農産までに出ていかなきゃいけないから、あの出ていくんですけど、うん、まあその時に、あの、まあ家具ですよね。どうしよう。はい。あるじゃないですか、もう当然引っ越したう、ね。うんうん、で、まあ、ベッドと、それからご飯を食べるダイニングテーブルを欲しかったんですよ。うん、で、安いからっていう理由で買ったんですよ、そのベッドとダイニングテーブルを。はい。で、テレビ台も欲しいよねと。 テレビ乗っけるために。うん、映画見るので、俺。はい。で。ただ、テレビ台って結構2万とか3万とか割と普通にするので、うん,う,んうん。買えないよねっていうので、僕は、カラーボックスを3つ並べて、その上にホームスーツを持ってきた天板を置いて並べてす<で>はい。で、実家から持ってきた PC の机を置いてます。はいで。それでも一1年ずっと過ごしてたんですけど、うん。何を思ったのは最近、やっぱダセーなーと。うん,うん。なんとかおしゃれにしたいっていう欲が出てきて、少し。 はい。で、今ずっとその YouTube とかでそのインテリア系とか、あの、ルームツアーとかをめっちゃ見てる。で、あの、たまにうちあの女の子が来るんですけど、その人にどうしたらいいと思うって話をするんですよ。うん、間接照明でと綺麗だよとか、アート、絵を飾るといいよっていうアドバイスをくれるし、はい、実際まあそのね、インテリアのそのなんか事業的な YouTube 見てもそう言われるんですけど、うん 何なんだろう、その、各にお金をかけようっていう、おしゃれにしたいっていう思いがある一方で、うん、ここにお金をかけるっていうモチベーションが湧かないんですよ、ね。ああなるほど。おしゃれにしたいがお金を使いたくない。そう。うんうん、で、うフみずさん、インテリアどうしてますっていう話。<laughs> えーっとね、どうしてますかっていう問いと、うん、僕がもしも一人暮らしするならどうするかっていうので答えが変わるって感じですね。予報しましょうか。<laughs> <laughs> どうしてますかで言うと <laughs>、うん、なんか特に何もしてないっていう感じかな本当に機能だけ考えてて、うん、あんまりいいものとかも考え、うん、いいものをとかおしゃれにとかも考えてなくて、うん、色のトーンとかその、うん、材質がみたいなのは考えますその合ってる合ってないっていう意味,意味ではチグハグでないみたいなことだけをとても意識はしますけど。うん うん、おしゃれにしたいとか思って何もやってないって感じ。ああ、約束です。例えば、スタンディングデスクが欲しいなって思って。最近ってことじゃないけど、1年ぐらい前だったけど、買ったんですが、スタンディングデスクを。それとかは全然こだわりがないから、アマゾンとかで探して、一番その部屋にフィットしそうなっていう、おしゃれっていうよりは、うん、ちぐはぐにならない違和感がないかっていう。 うん、今あるものの中に溶け込むかみたいなことは考えて買うって感じかもしれない。ただ、その代わり、その時にブランドがとか、うん、そんなことを別に何も考えてないんで、うん、こだわりがないタイプだと思います。うんうん、うん、うん。まあ見た感じでおかしくならない程度に機能的にって感じですね。そ,そ,う,そうそうそう。そうん。そのとき本当、機能を求めて家具を変えます。その機能を得るための最低条件は価格的に。 えと出したくないとかはないけど、高すぎるのはもちろん嫌だから、うん、その出せる範囲でっていう予算感と、あとはもう、うん、材質と色のトーン感だけは、めっちゃ気にするっていうだけで、うん、あとはそこまで気にしないかもしれない。ああ、なるほど、なるほど。うんで、一人暮らしパターンだと一人暮らしパターンだと、うん、もしもこれからするとすれば、うんうん、物を置きたくない。もう、マジで、あの、なんていうの、やばいミニマリストみたいな感じにしたい。 ああ、ははははは。もう<の>、ラドスタンデングデスクと、うん。ヨガマット以上、みたいな。はははもうガチ感のあるやつ。そうそう。で、クローゼットとかに服を置いてる。でも寒いしとかしかないから、みたいな感じで。みたいな、うん、感じのものがない、みたいなのはしたいかもしれない。それね、すごいわかる家。これ、普通を広い部屋でやると、でもね、心がやむんですあ、そうなんだ。これ経験があって、俺前、うん、福岡で住んでたじゃないですか。はいはいはい。 あの時の部屋がワンルーム12畳だったんですよ。うん。で、12畳結構広いじゃないですか。広い、広い。そんな広いところにいてパソコンの机とベッドだけ置いてたんですよ。うん。で、あとはなんもないんですよ。<laughs> 空白が大きすぎて病むんですよ。ああ、そうなんだ。不安定になってくるんですよ。だから、狭い方がいいですそれだったら。安いも安いですよ、その分。あ確かにね、僕結構大丈夫、狭いとこでも。ボロボロじゃないければ大丈夫。どうしたら。そうなんですよ、本当ね。だから狭いとこでいいと福岡おすすめで、その、 時は、博多駅徒歩1分で4万円があったんですよ。うん、安っ。で、ただ5.5畳だったんですよね、その。うんうん、うん、の広さが。さっきアパート探しとかマ、ね、マンション探し俺したことなかったから、うん。無条件で広い方がまあいいんじゃねと思ってたんですよね。はいはい。で、やった結果が、その欲しいインテリアとか書くとかも全然ないし、何置いていいかわからないし、そもそも。うん,うんうん。ここになんかモチベーションちゃんと綺麗にしようとか、うん、かっこいいのにしようっていうのはわからなかったから、やった結果が、 12畳をガランドっていう、ちょっと、寂しい感じになったので。で、今回ちょっと物は置いてる方なんですらどっちかっていうと。はいはいはい。1LDK なんですけど、まあ1は使ってなくて LDK とかで生活してるぐらいの少なさではあるんですけど、どっちかって置いてる方なんですよ、今回。でも、奥遠くでまたなんか雑乱雑になってくるというか、ちょっとね、なんかと色は統一してるけど、なんかその格好悪いなっていうのはちょっと気になってくるて、なんかその美しくないってなるけど、はいはい。なんかそのね、 <laughs> なんかちょっと雑念、雑ノイズみたいな感じが。分かる分かる、ものがあるってやっぱノイズになりますもんね。なりますよね、なんかね。うんまあ、ならない人も中にはいるっぽいけど、な,んかなる人にとってはもう、もの一個一個がノイズに感じるみたいなありますよね。うん、ありますあります。僕、そのタイプだもんな。そうですよね。ただ、メリハリはつけたいなと思ってて、だからパソコンの机の上でご飯食べるとかじゃなくて、はい、ご飯食べるとこ作業すると分けたいみたいな。ああ、そうなんだ。うん 最初は、なんか、そっちの方がいいかなって、なんか、オンオフの切り替えができなくなたんですよ、その時。その、えする時に、福岡で。だから、うん、だから、ダイニングテーブルではまず置こうっていうのを決めてたんですけど。すごいな。僕、そこは多分ね、ないんだと思う、うん、オンオフが。あの、切り替わらなくてもいい。もう、全体的にないんだと思う。食べる時も、パソコン触ってるし。うん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 。みたいな。ああ、はい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 。なんか、切れ目がない感じだと思う。 ああ、もう連続しているわけですね。連続している中に食事ってス分ただ入っちゃってみたいな。そう。で、風呂で iPad 持っていってなんか動画見てたりとか。はいはい。で、風呂で歯磨きながら動画見てるとか、なんかなんかしながらなんかしながらなんかしながらみたいなずっとやってるから。うんうんうん。どこで何するみたいなメリハリがあんまないかもしれない。ああ、なるほどね。それすごいな。<laughs> だからこそ、もう場所は一個にグッて集約されてていいっていうか、うんうん、活動する場所、休む場所ぐらいでいいっていうか。あなるほどねそれ。それ、それのタイプはでもだいましてかもしれないな。多分そっちの方が、うん、なんだろうな、固定費安そうですね。あ、それはそうですね。いらないところがないからね。うん、うん。広くないといけないとか、洗面台がないといけないからなんじゃないですか、別に。うん,うん。うん。ないかもしれない。どっちかって言ったら、 なんかが置かれてることで意識がそっちに引っ張られるとかの方がストレスになるから、うんうん、何もない、パソコンだけ、みたいな方がめっちゃいい。わかる。まさにその、あれですよテ。テレビをどうしようか問題、俺なの中って。はい。こいつを撤去したいが、今あんまり見ないからね。うん。撤去をしたいが、ただ NHK の受信料だけ払い続けるのはもったいないいうん、そうね。うん。そうそう、そういうのがあって、とりあえずなんかもったいないし、 とりあえずなんか NHK、朝の,その平日の朝ときはニュースときみたいみたいな感じだから、とりあえず作っとくかっていうので作ってるけど、もうノイズですよ、テレビが。その物体としてのね。物体としてうんわ、うん、かる。融通がきかん。こいつが、うん、テレビをまだ家に昔あった頃とかはそうでしょん。いつ捨てるかっていうのはすごいもうストレスでしたもんね。ですよね。結構ストレスになりますよね、うん。捨てると決めてからもちょっと大きいからストレスですもんね。捨てるという行為が。<laughs> <laughs> しかも金腐りますからね、テレビってそう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 。うん 半千円ぐらいがかかる。半千円か四千円がかかるから、なんかそれもなんかな、<laughs> と思って。ストレスですね。でも映画見るって言ってたじゃないですか。そう、映画見るので、ある程度大きいと、そのなんかゴロンとしながら見るじゃないですか。なんか横に抜きながらというか、こう、ね、肩肘つけながらというか。うん、それも、あ、なんか、割と最近 iPad mini でやってみたんですよ。その映画見るとか、アニメ見るとか。ダ、はい、イニングテーブルに載せとくと意外と気にならないんですよね。わかる。 <laughs> 意外と見やすいじゃん、みたいな。わ <laughs> かる全然パソコンで僕見てますもん。ねえ、なんか甘気になんねえな、みたいなのがあって。うん、あの結構、もっとっパソコンのこの机とかも撤去して、今モニター外机で作ってるんですよね、その、はい、ラップト,トップに。はい。それも、確かにプログラムとかちょっと見にくいってあるけど、うん、あるけれども、もうなんか撤去したいな、みたいな。うんうんうん。<laughs> 物に疲れてるんだ。物になんか疲れてる気がする、最近、本当に。うん そうね。そう。あれなんですよ、センスがないからな。なんか,か,かて、ルームツアーとか見てると、やっぱすごい綺麗にされてるじゃないですか。なんかいろんな YouTuber さんは。はいはい。物いっぱいあるけど整ってるな、みたいな。うん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 。なんかああいうのはここが出てきたな、最近。<laughs> マジか。うん。逆に、逆に何もないやつもまあいいけど、確かに。ミニマリズム的なやつも。うん,うんうん。 まあそれって確かにも何もないは整いやすいよねと思うんですけど、うん、物をいっぱいあるぞって整ってるのは逆にすげえなって思っちゃう。そうね。うん。確かに、うん。僕はとにかく物は減らしたいなと思ってますね。やらなきゃやらなきゃと思ってやれてないかもな。うん。都会の方がやりやすいんですよね、それ実は。え、何で,ですかいや、その、例えばじゃあ冷蔵庫置かないっすってなったら、はい。終わりにその歩ける範囲にコンビニいっぱいあるい。あ、そうね。 ご飯食べなくていいかダイニングテーブルいらんよねってなったら飲食店いっぱいあるからどっか行けるよねとか、ウーバーもけるよねとか。なんか割となんかそういうやりやすいじゃないですか、都会の方がアクセスそうですね。近所のコンビニを自宅の冷蔵庫と思えばいいからね。そう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 。うん、ミニマリストある,あるかもしれないけど。それはやりやすいよねっていますんで、家の中だと結構やりづらいっちやりづらいかな。そうね。あと食に興味がなかったら、別に常温でいけるものに縛りを持ってもいいしね。うん、あ、全然そう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 。うん なんかパンとかね。そうそう。そプロテインやつ水も常温でとかさ。そう。なんかそういう感じだったら冷蔵庫なくてもいいし。いい。そうなんですよね。割と憧れるなぁ、やっぱ。ねえ、そうなんすよ。そういう意味で言うと都会はいいなぁ。<laughs> <laughs> <laughs> 割と。確かにほとんどだって、福岡をたたくとか、虫作ってなかったもんなぁ。ほんと。うん。 冷蔵庫代わりのコンビニがあり<ー>。ああ、そうそうは、そう。う仕事帰りにね、博多駅行ったらなんか何かしらあるじゃないですか。飲食店もいっぱいあるし。まあありますね。物も買えるし。うん、うんうん。やっぱ都会はミニマリズムやるのは強いかもしれない。ねやりやすいですよね、うん。やりやすいやりやすい、うん。憧れはありますけどね、そういうもののない生活みたいな。うん、やってみたらどうですか一回その、近くになんかワンルーム借りてとかで。 そうですね。でも会社、<う>自分の会社がね、少しこう、利益がしっかり出るみたいになったら、うん、そんな場所借りてもいいかもなと思うんですけどね。事務所と2つつみたいな。うん。でもあるの一1個スタンディングの机とヨガマットがあるみたいな。<laughs> もう寝るとき外そこにいますみたいな。うん。うん、体験できやすそうなんか法人名義でなんか借りてね。ねえ,ねえねえ。 普通に事務所として使ってね。てか、実際仕事のね作業スペースとして使ってたらいいから。そうそうそう、全然問題ない。事務所として借りて、そこにするみたいなのは全然ありですけどね。ありです、ありです。家の近所に借りてね。やってみた同系の話を聞きたい。ちょっとミニマリストやってみたみたいな。ねえ。うん。それいいかもな。うん、結構いいかもしれないですよ、なんか。ちょっと憧れるな。それ目標にしようかな。うん、来年あたりちょっと実行できれば。 ねえ。いやでもね、やっぱ固定でなんか借りてるなんか出ていくのってやっぱ精神的には結や嫌だから。分かるこれ<の>マンスリーかウィークリーかで一回やってみるかね <laughs> 短期的に <laughs> 短期的に。短期的にやってみてこれ続きそうと思ったらなんかまるでガチで借りるみたいな。うーん。でも確かになそうなんだよね。でも一回やってみたいんですよね。ミニマリストの人とか見てると。ここまで極端に物を減らした状態で生活できるのかってねえねえ。うん ね、できるともな。入院してたじゃないですか、俺。はい。入院してると、基本生活スペースってベッドの上だけなんですよね。うんうん。で、まあ、ご飯を勝手に運ばれてくるよと。<laughs> うん。<laughs> なんかねす、本当に時間を潰すだけっていうか、その、ご飯とかトイレとかお風呂とか、はい、そういうの以外だったら全然ベッドの上でいけるんですよね。まあ、それはありますね。うん。なんかあの時はね、ストレスなかったもんな、俺、入院してる1ヶ月間。<laughs> 本本当に本当にになんかパソコン時代でさずっと映画見ててさ音楽も聴けて,てさ、うん、でタブレットで漫画読んでさ、うんでまあ、トイレもなんか共同でお風呂も共同でご飯も運ばれてきてっていうのでなんか割とこのミニマルな空間やっぱいいわ落ち着くわってあでもそういうの今ありませんホテルみたいなところで共同生活みたいなのでドミトリーじゃなくて超狭い個室みたいな、うん ああ、なんだ共同のキッチンとトイレとお風呂と、だけど部屋、うん、寝るとこだけめっちゃ狭いワンルームみたいな。それいいっすね。でも家賃がでもそんな言うて安くない気がするな。あこれだとなんかもう1万円台がいいな、それ。ねそう思うよね。そうなると多分ドミトリーみたいなんでしょうね。でしょうね。そう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 、うん。そうなると微妙ですよね。微妙、微妙。そう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  <laughs>、うん。いびきとかすごいだろうしね。 あ、いびきがすごかった。あの、ほんとに。うんと。そうそう。寝るときのリスクですから、そのいびき。<laughs> 寝るときのリスク <laughs> だから、その、やる程度、まあ、その、ベッド1台しか入んないよね、はいいけど、<laughs> その、防音がめっちゃしっかりしてる寝、ね、フェみたいなとこじゃないうん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 。そうっすね。いびきマジ、ね、まじで迷惑っすよね。あれね、不眠症になりますよね、入院してる間は。あのいねいねえ。わかる。あね、個室が必要入院する人、まじで。 <laughs> もうね気が苦しくなりますよ、本当に <laughs> 具合悪いのに余計具合悪くなりますよね。そう,そうそうそう、そう結構精神やられる寝,寝れないのは結構やっぱ来ますね。うん、いや来ますね。あの、今週、僕そうでしたからね、入院関係ないけど、寝てないあの。変な、昼寝音に失敗して、1回。そこからもリズムがもう完全に乱れて、夜早く寝たいのに寝れなくて、みたいな。夜中寝るけど、朝6時に起きるから。ね しんどい。また昼寝る。みたいな感じで、ぐっちゃぐちゃになってな。ああ、はい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 。きつい。寝れないのはダメですね。寝れないのはダメですよ、本当に。睡眠薬を使うっていうのも手だと思います。最悪。あ、確かにね。一回それでね、リズム整えるってありますよね。リセットさせるっていうのがある、ねね。確かにな。うん、そういう時睡眠薬飲もうかな、導入剤。寝だ値段にしてますもんね、あれも。休みの日に。 あ、そうなんだ。寝た目できないって、結局確実にできないですね、寝たって。ただ気持ち的な問題で、うん、休みの日にいっぱい寝てると、うん、平日睡眠時間の時画なんとかいけそうみたいなのがあって。うんうん。だから今日とかは、まあ、今日午前1時に寝て、うん。7時半に起きてるんですけど、うん。その後に12時から4時まで昼寝してるんですよね。うん、<laughs> めっちゃ寝てるじゃん。<laughs> 寝,て寝てあ、そう、寝だめか、そ,そか。そう、もう。だから結構休みの日に言がっつり、寝だめしてるっていう気持ちにいると、 うん、平日なんとか頑張れるから、なんか寝、寝だめするんですけど、寝だめしてるんですけど、進みやすいんですよ、でもそのとおり。まあでも、ケンドウさんの今言ったぐらいの感じでやると、1日が2回あるような感覚になっていいんじゃないですか。ああ、るある、そうそうそう。ねそれぐらい寝てると。うん。そう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 。3時間以上ぐらい寝ると、なんか本当ねその疲れがどうかわからんけど、寝た感じはあるじゃないですか。ある,あるあるある、ほんとに。朝が来たなっていう感じだから、2回目のい今日みたいなのが訪れるみたいな。 そう,そう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 。ほんとそうですよ。うん。で、多分今日も寝れないだろうから、また夜中まで起きてて、みたいなやつでしょ。そう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 。そで、土日はそれをやって、月曜日、強制的に仕事だから朝起きるみたいな感じで、リズムがもっと戻っていくみたいなやつですよね、うん。そうです、そうです、そうです。うんいや。いいこと、いいと思う。それ、それで。だから、平日5時間ぐらいですけど、寝る時間が。うん,うん。休みの日だけ11時間近いので。ああ、そうなんだ。うん。 5時間とかでやってんだ。すごいですね。えらいな。なんか寝、ね、ちなんかなんかすかね。寝たら明日が来る。また仕事しなきゃって思うと寝れないですよ。ああ、え、それは、ね、寝たいのにってこと <laughs> 寝たいのに。あそれ結構やばいね。きつかば疲れるじゃないですか、ね。仕事してると。うん、で、疲れるから早く寝たいなと思いつつ。うん、で、うち結構定時が早いんですよ。4時45分なんですよ、定時が。はいはい。なので、残業なかったらもう5時前に家に着いてるんですよ。めっちゃいい。うん。 でしょだからやりたいことを多少やっても、その気になりゃ9時10時寝れるんですよ。ただ、明日も仕事帰えたなと思って、たら明日が来るなと思うと、だら,だらだらだらなんかその、インテリアの最近は勉強してるんですけど、y o u それをずっと見続けて、結局12時半とかになって、横になって、 っていうので、で、5時半頃に目が覚めてみたいな。へ <laughs>、えー、すげえ。あんまよろしくないですけどね、本当は。まあまあ、ね。睡眠が短いとやっぱね。でも本当なんか、睡眠で関して言うと思ったのは、なんか割とその、東西南北でさ、変わるっていうじゃないですか、なんか寝方が。ああ、変わりそう。うん。睡眠質がみたいな。うん,う,んうん。これ実験したんですよ、全部、全方向で。うん,うん。何も変わんないですよ、あれ。<laughs> <laughs> なんか北、北だとなんかその、なんか、重力感なんかの関係でどうのこうのっていうのを結構あって昔。はいはい。 でもなんか何も変わんないし、だからそう風水的な話もなんかあって、それあえやってみても何も変わんないし、うん、もう好きな方が受けてねえよっていう <laughs> 最近ちょっと思ってて <laughs>。なるほど。だからなんか睡眠の質も結構課題かもしれないですね。なんか高いやつ使えばいいわけでもないっぽいしね。まあそうね。なこだわってます睡眠のなんか。そ僕も睡眠の課題中の課題なんで。うん。何にももう、なんていうの どうしようもねたらいいんだろうどうしたら平日もなんか気持ちよく寝れるんだうん、えー。僕はなんか、うん、明日が来るみたいなストレスはないけどもう寝るのかみたいには思ってしまうなんか子供のなんかあるじゃないですか早く寝ない子供みたいなあの感じの方が強いと思うなんか明日が嫌だなよりももう寝るのかみたいな気持ちになって。 気づいたら、うわ、日付またいじゃった。もうなんで出なかったんだろうみたいな。<laughs> うんうんうん。寝りゃよかったよ、みたいな。はい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 。しかも何をしてたかって言うと、別に何もしてなかったな、みたいなのかな。うん、ありますもん、ね、それね、確かに、うん。その時間めっちゃ勉強してたとか、自分の中でこう、後悔がないような過ごし方してたら、うん、勉強したしねって思えるけど、うん。 何もしてないいと結構ありますよね。だからね、もっと分岐をしてよかったなと思いつつ、そ,そこまでのモチベーションは湧からないと、ただ寝たくはない。そうそう、だからマジで意味のない時間を過ごしてるなと思って、で翌日、体調がね、まあ、その寝た時に比べるとよくないから、うん、なんでこんなマイナスからスタートしてるんだろうた。<laughs> 分かる、分かる、わかる。それは、うん、課題だなっていつも思ってますね。 そうなんですよね。課題なんだよなぁ。何が重要ですマクロてやっぱ何なんですかその、マインドの話なのか寝たいと思えるような睡眠環境を作るのが大事なのか何なんだろううんなんかその、ライトが明るいとダメって言うじゃないですかなんか。そうね。そうね。うん。だから関節照明とかで柔らかい光を取り入れましょうみたいなの結構聞いたりとか。うん,う,んうん。あとなんかお風呂にゆっくり浸かりましょうとか言うじゃないですか。はい、ね。寝る前になんかホットミルク塗りましょうとか。うん,うん。全部試したんですよ、俺。はい。 結果変わんないんですよね。ああ<ー>。ホットミルクとか全然なんか、牛乳嫌いだから少しコーヒー入れたけど、あの、ノンカフェイン。はいはい。それでもなんか寝れないし、お風呂使っても別になんか疲れはとて取れる感じはするけど、うんうん。睡眠までこうふっといくかっていうといかんしな。なんだろうな。結構睡眠って難しいなと思ってた最近。難しいよね。うん。僕の場合は完全に昼寝の仕方が 間違ってるみたいだと思うんですよね疲れのピークをちょうどいいとこに持ってこれてないみたいな感じだと思うんですよね。うん、ああ、はい、はい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 。だから昼寝のなんか仕か間違ってるから、うん、変に夜元気みたいな疲れてはいるけど眠たいとかじゃないみたいになるから、うん、ちゃんと眠気が来るようなサイクルに持っていくっていうのは多分一番だと思いますね。なんか気持ちとしては寝たい気持ちはあるんで、うん、体が寝たいと思ってないみたいな。 ああ、あるある。うん、うん。それあるな。逆パターンもありませんね。こっちは眠たいと思ってないんだけれども、体が眠たいと言っている。ああ、あるある。それは昼ですね、僕の。<laughs> それはもうなんか昼もあるし、たまになんか夜の7時ぐらいとかにそのピークが来る時あるんです、うん、俺。ああ、へえ。その時寝れるんですよ。はい。ね でも目覚めるのは11時以上とかに目覚めちゃうとで。ですよね。<laughs> 最悪ですよね。だから9時ぐらいまで粘らないと、4時寝ちゃうとやばいみたいなですね。そう,そうそうそう。わかる。結局だから一睡も実質できてないような感じで出社するみたいなのも結構あるし。あ,<ー>あれはコントロールしたい。<laughs> 確かに。それあるな僕は4時とかに来るんで、遅いんですよね。あ、昼のねあ、うんあ。あれがもうちょっと12時とか1時に一回仮眠取っとけば、 うんうん、まだいいものが、そこで取り損ねて、もう4時ぐらいにどうしようもなくなるみたいにな,、うん、なっちゃって、髪取って終わるみたいなやつですね。<laughs> 眠くないな、疲れてるけど眠くないっていう、うん、こ,れこれ聞いてる人で睡眠のプロとかやったら、なんかマジであのコンサルしてほしいんですか睡眠いやちょっと睡眠得意ですよって人でゲストに来てほしいですね。ぜひ、我こそはって方、うんね、コメントいただいたらあのオファー。 したいなと思ってますんで、睡眠のこうアドバイスができるとか、工夫知ってますっていう人、よかったらお待ちしてます。お待ちしてます。ぜひ、あの、はい。お話を。我々のこの低い睡眠のね、質を改善していただける方、サポートしていただける方、お待ちしておりますので。お願いします。はい。じゃあ、本日は以上ですかね。ですね。お疲れ様です。さよなら、おやすみ。<laughs> <laughs>